はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、借家権の譲渡と転貸について解説いたします。まあ、借家権の譲渡っていうのは建物の賃借権の譲渡と考えていただいて大丈夫です。で、まずなんですけども、借家権の譲渡と転貸の違いについて解説いたします。ちょっとこちらの2つの図をご覧ください。まず借家権の譲渡、建物の賃借権の譲渡についてなんですけども、まず A さんが建物を所有していて、 A さんが B さんに建物を貸します。で、貸すことによって B さんは建物の賃借権、つまり借家権を持ちますよね。で、この借家権を C さんに譲渡をする、これが借家権の譲渡なんですけども、そうすることによってどうなるかっていうと、もともとは AB 間の賃貸借契約だったわけですよね。で、借家権を譲渡することによって AC 間の賃貸借契約になるんですよ。つまり C さんが借主となる、 B さんもともと借主だったけれども、借家権を譲渡することによって C さんが借主となる、まあ、貸主は A さんですね。こういった構図なんですよ、借家権の譲渡は。一方で転貸、これまた貸しと呼ばれるものなんですけども、 A が B に建物を貸すっていうのは同じです。ここは同じ、建物を貸します。で、その後 B さんが転貸する、また貸しをする、この場合 BC 間で転貸借契約っていうものを結ぶんですね。いわゆるまた貸しの契約です。この場合 AB 間では賃貸借契約が締結されていて、BC 間では転貸借契約が締結されています。 AC 間の契約ってないんですね。借家権の譲渡の場合は AC 間での賃貸借契約がこう締結されるんですよ。一方で転貸の場合は AC 間で何ら契約はありません。あくまでも AB 間の契約と BC 間の契約なんですよ。この点が違うんですね。で、まず一つ目のポイントとしては、借家権を譲渡する、また転貸する場合、この場合賃貸人 A さんの承諾が必要となってきます。まずこれポイントとして頭に入れておきましょう。で、転貸における ABC の呼び方なんですけども、まあ、A は賃貸人ですよね。で、 B さんは賃借人ですよね。で、 BC 間で転貸借契約を締結しているわけだから、B さんは転貸借の貸主ということで転貸人とも言います。で、 C さんは転貸借契約の借主だから転借人と呼びます。で、下の表いきます。これは転貸に関する内容です。転貸について、この左側、期間満了とか解約申し入れ、合意解除、 B の債務不履行による解除、ここについてはこの1番の賃貸借契約の話です。で、こちらは転貸借契約の話になってきます。ちょっと一つ一つ見ていきますね。まずこの AB 間の賃貸借契約が期間満了によって終了する、また解約の申し入れによって終了する場合、この場合こっちの BC 間の転貸借契約どうなるんですかというと、賃貸人 A さんが転借人 C さんに通知をしなければ A は C に対抗することはできません。で、この通知って何かというと、賃貸借契約が期間満了によって、まあ、終了しますよと、また賃貸借契約が解約申し入れによって、まあ、終了しましたよと、まあ、そういった内容です。で、そういった内容を A さんは C さんに通知をしなければ A は C に対抗することができないんですね。つまり通知をすることによって A さんは C さんに対して出て行ってと主張することができるという話なんです。これ言わなかったら C さん、この賃貸借契約の内容知らないわけですよね。通常知らないんですよ。だからいきなり出て行ってって言われても困るわけですよね。だから通知をしてくださいよ、通知がないのであれば A さんは C さんに対して出て行けと主張することができませんよという話です。で、 C さんはじゃあいつ出て行かないといけないのかというと、これは通知があった日から6ヶ月経過した後です。その時この BC 間の転貸借契約は終了するんですね。
なので通知を受けてから6ヶ月経過したら C さんは出ていかないといけないということになります。まずこれが期間満了によって賃貸借契約が終了する場合、また解約申し入れによって賃貸借が終了する場合の話です。で続いて合意解除、 AB 間で合意解除した場合、つまり賃貸借契約期間中、ここの期間中ですね、契約期間中にもかかわらず、もう AB 間の話し合いで、もうじゃあ契約解除しましょうと、これが合意解除なんですね。この場合賃貸に A さんは C さんに対して対抗することできない、つまり出て行ってと主張することができない。言い換えると BC 間の転貸借契約は当然には終了しませんよ、ここの転貸借契約は、まあ、そのまま続きますよという話です。まあ、ちょっとね、いろいろ考えたい部分、いろいろ思うことあるかもしれないんですけども、ポイントはここなので、もうここを押さえておけば大丈夫です。で続いて B さんの債務不履行によって解除があった、この AB 間の賃貸借契約について、 B さん、借主 B さんの債務不履行による解除の場合、つまり B さんが A さんに対して賃料払っていなかったと、それによって賃貸借契約が解除になりました。この場合 BC 間の転貸借契約どうなるかというと、これは賃貸人 A さんが転借人 C さんに返還請求をした時に転貸借契約は終了します。つまり賃料不払いによって AB 間の賃貸借契約終了しました。でその後 A が C に対して建物を明け渡してくださいと請求した、そしたらもうその時転貸借契約は終了なんで、まあ、C さんはすぐにでも明け渡しをしなければならないということになるんですね。まあ、これちょっとかわいそうに思えるかもしれないんですけども、もうこれは B さんが賃料を払わなかった、その結果としても A さんが一番不利益被っているわけですよね。なんでも A さんの方を保護しようということで、ちょっと C さんかわいそうだけども、返還請求受けちゃったらもう C さんは借りた建物返さないといけませんよということになります。でもう一つこれポイントがあって、この返還請求をする前に A さんは C さんに対してこの賃料の支払いの機会を与えなければいけないのかというと、これ与えなくてもいいんですね。 B さんが払わないのであれば C さん、私が代わりに払いますよっていうこともあるかもしれないわけですね。なので支払いの機会、事前に与えた方がいいんじゃないのかと思われるかもしれないんだけども、これは A さんは C さんに支払いの機会与えなくてもいいというふうなルールになっているので、もうこれは覚えた方がいいと思います。まあ、これって C さんが B さんの肩代わりをするっていったイメージですよね。 B さんが賃料払わないから C さんがじゃあ B さんの代わりに払いますよっていう話ですよ。これ可能なんですね。可能なんだけれども、A さんが C さんにその機会を与える。つまり、A さんが C さんに対して、事前に払ってくれませんかっていうふうに請求しなければいけないのかっていうと、それは別に請求する必要はないですよ。支払いの機会を与える必要はありませんよ。支払いの機会を与えずに、建物の返還請求、まあ、つまり明け渡し請求ですね、することも可能で、この返還請求をしたらもう C さんはすぐに出ていかないといけませんよという話です。まあ、この点細かいこと言うといろいろあるんですけども、とりあえずこの上の部分とこの下の部分ですね、下の表の部分、ここが試験で問われやすい部分なんで、まずここをですね頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。